1便目終わりです。それではね、2便目積みに行きたいと思います。2便目はね、もうあと2件です。あと2件なんで、今日は楽勝ですね。今11時43分なんで、まあ昼過ぎにはなんか積み込みして、で筑後方面に行く予定にしてますんで、大丈夫かな。それでは2便目の積み込みに向かいたいと思います。沿岸道路のあの橋ですね。橋、おはよう開通線かな、あれがね全部つながったら、熊本の三池港から佐賀まで一直線で行けるんですよね。向こう側にも見えてますけど、あれがね開通線かな、したらめちゃめちゃ多分ね短縮できるんですよね。今はね途中途中がね開通してて、でまだできてないんですよ。だからね一回降りて下道行って、そこからまた沿岸道路乗ってっていう感じで、熊本まで行くんですけど、まあねもう橋自体はできてますんで、あとね今工事頑張ってらっしゃいますね。これ開通いつかな、今年中に行けるかな、無理かな。だいぶねそれで、時間短縮かなりになると思いますね。熊本から、長崎方面とか佐賀方面、熊本から佐賀、佐賀から熊本ね通ってらっしゃる方はねだいぶね助かるんじゃないかなと思います。ただ一車線ですからね、一発ちょっとねどっかで事故とか故障とかがあったりすると大渋滞になりかねない、リスクはありますけど、それでもね助かりますよね。さあ、なあね今ねちょっと柳川の方に行っております。柳川に一軒少しね下ろして、そこから福岡県筑後市の方に向かって今日の仕事は終わりです。今1時14分なんで、まあね2時3時ぐらいには会社には帰れるかな。まあねそこからちょっとねお昼ご飯さんと食べに行ってもいいかなと思ってます。あと少しです、あと少し頑張っていきたいと思います。
止める？美味しかったね。うん。